ちょっとこれでズッキーニをいただいたんで。それズッキーニなんだ。うん。焼いてみよう。キュウリの真ん中に投げよう。なんで洋風キュウリなの？ズッキーニって何なんだろうね。わかんない。アメリカキュウリ。でもさ、漬物にはしないよね。キュウリかだよ。キュウリか。ウリか？ウリか。ウリかか。どんぐらいが焼けたのかわからん。色がついたらいいんだもん。なんか、ブイで的な。生で食えんのかな、ズッキーニって。食ったことない。なんか、ケチャップ。ケチャップにみたいな。あー。なんていうの？レミと、レミのやつなんだっけ？ラタトゥイユ。なんかと一緒に、あれか、煮込んであるじゃないけど。トマトは、グラタンじゃないしさ。そういうのに入ってる感じじゃない？ピザ？レモン焼けたな。いや、水泳授業してからなんかすごい焼けた。うん。その日帰ってきた黒くなった。水泳と。水泳は焼きやすいよ。ゴルフはけどそんなにあれか。日が当たるとこまだそんなに行ってないからね。練習。ゴルフ行くようになったら。うん。ガスがなくなりそうだな。めっちゃ開けてる。いい感じじゃん。役立ってるな、このコンロも。マイコンロ、うん、箸が上手に使うからさ。何してんだって。あれ苦手なんだって。引っ掛けつかんじゃない。牛丼とかも箸で食べれないから。スプーンで食うから。スプーンフォークみたいなのでね。でも少ししょ。どうしよう。まだあんの。また中途半端にしてないだろうね。まだあんの？ないよ。本当？楽に楽に。自主弁だけだって言ったじゃん。そう。ごまかしてんな。それは自学だけだったって言って。朝。おい、ごまかしてないや。すぐごまかす。ごまかしてね、消えた日。お、本当だ。変えなきゃダメだな。交換してください。はい。レイボーチャンネル。飛び出んなよ。ちっこすぎて開けれない。熱いから気をつけてね。レバーはまだキムチ食えないからね。うん、あら塩美味しいでしょ。もうしゃぶじゃなくてこれで食うか。うん、いいよ、しゃぶもあるし、これも美味しい。これで食うんだったらなんか外でも行けそうだね。天気がこれ終わったら切り替えればいいです。うん、そしたらデュームなんかタレあったっけ。焼肉のタレみたいな。塩この粗塩でもよかったら、うん、いやもっと焼いてやるし、ちっちゃくしてさ、ハサミ持ってきてからちっちゃくできるから。おいしい、ズッキーニ。おいしいね、うん、なんかさ柔らかい結構、うん、じゃああれ持ってきていい？何？白飯。うん、やあ炊けたかな。見て、うん、あれがゼロになってたら炊けてるし。リオにおいでって言って。うん、リオも呼んできて。いいですね。ミーするとね、みんな集まるんだよね。うん、ミーは明日オープンだし、ね。あなたもオープンでしょ、うん。久しぶりに何にもないオフじゃない。みんなが。そうだね。部活内緒に。うん。
龍だけバイトだわ。あ、毎回6時ならない地域もあるのかな。あ、どうだろうね。これがもう当たり前だから分かんないけど。もらおう。あ、龍門くん、いいよ、すぐ焼いてやるから。今さ、ニンニク入れちゃったの。あ、キムチの中の。うん、騒ぎだよ。どうしたの。何、何だ。龍門が何、なんでそれだけ。ないかも。うん、ニンニクが入ってたんだって。ニンニク合う、合う。やっぱ韓国のスライスニンニクいいんだ。サムギョプサルでみんなニンニク焼いてるの、やっぱ合う。ニンニク超うまい。いいね。ニンニクあった。うわ、これでニンニクキムチ最高だね。肉と最高。ちょっとでいいんだよね、いっぱいじゃないんだよね。キュウリも美味しい。からのからのマシッソよ恥ずかしがってんなって。韓国カフェマシッソよで合ってる。マシッソよで合ってるかな。うまー。カムサハムニダじゃねえ。あったよ、キムチ避けとくね。あ、キムチじゃないよ。マシ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 っそよ。でもやっぱなんかキムチ食べた後ビールじゃない感じする。痛みする。うん、うん、なんかそれ分かる感じがする。でも多分韓国カブでしてるわけルイボーとヒーはどっか走り行ったけどなかなか帰ってこねえな。美味しいね。ズッキーニも美味しいわ。いただきもの、ありがたい。ありがたくいただく。うちじゃ作らんねえから。シワシワ。2回戦、2番戦。シャブシャブがいい人がいい人いる日か、酔っ払って両立が。シャブシャブがいい人がいいからね。いや、いるからね。寝てらんねえぜ。おぉ、できんぞすぐ。いいよ。エゴもシャブシャブ食べるの。さっぱりすんだよ。しゃぶしゃぶが好き、焼肉より。さっぱりしてていいよね。あと柔らかいんだよね、これロースの肉だから、うん、豚ロース。これ取ってね。白だし味が好きでしょ、リコ。できたんじゃない、リコ取ってこと。出てる。早いよね、白だ。ああ薄いからさ、できてる。シャブシャブってしな。できてるって。T シャツ脱いだな。格子柄シャツ。おいしそう。うまそうだね。腹いっぱいだから。焼肉も食べたもんね。今日の白だし味どう？ちょっとなんか匂い的に濃そうだけど。あ、白だし濃い。どう？そうでもない。うん、美味しい？うん。来月ルイボ誕生日だけど、誕生日何食べたい、ご飯？ミーのチャーハンと。ミーのチャーハンでいいの？母ちゃんのチャーハンじゃないの？ミーのチャーハンと
あのシャブと白だし。ミーが全然ご飯作れない人みたい。昔からも食に欲がねえからな。前はあって。グミが大好きだ。誕生日の日ディズニーだな。え？行くの？行くことになったの？秋葉原行かないの？とりあえずそっち方面に。だから家ではご飯作らないってこと。遊びに行こうかな。そしたら何が食べたい？ミーが家で作らないとしたら。向こうの方で作れないように。作れない。いや、ミーが作るご飯よりさ、どっかで食べたご飯の方が美味しいでしょ。ハンバーグ買ってとかさ。ガッテン寿司のタイ食べたい。ガッテン寿司あるかな。あるかもしれないね。あのタイ美味しかったね。あるかもしれない。昆布締め？なんだったっけね。昆布締めっぽい。こっちで。あるかもしれない。東京行けばあるろう。前のところ行って、あの IKEA の近くに。ここはちょっと車がないと便が悪くて行けない。じゃあ美味しいお寿司連れてってってラピスコーターに言うか。そうだね。素晴らしい後輩がいるから。何寝てんだって一人で。おい。やらないで。ドアップで撮ってろ。何寝てんだって。それが最高に幸せだって。また木の実で寝落ちすんだろ、ここで。それが気持ちよくて。おい。あ、でも終わり？兄二人はまたこれから追加で肉だ。いっぱい食べましたね。思ったよりルーボー食えた。食えた、うん、最近あんま食べれなかったからね、うん、いやいっぱい食べたし飲んだな。ミーはもう寝てるしね、うん、楽しかった？うん。明日は何する？ゆったりしてよ。ゆったりするか、うんうん、いやまたあれだね。次は来週、来週再来週にルイボーのちょっと誕生日の、あ、再来週？再来週、あ、じゃあ来週、まああれ4月の第2週ぐらいにの週末にルイボーのちょっと誕生日を兼ねてね、うん、ちょっと遠出、うん、あるとこに泊まりに行くんで。ちょっとお楽しみだね、うん、うちらもちょっと初めて行くホテルに泊まりに行くんで、またお楽しみください、はい、じゃあねー、バイバイ。